あー寒い。あー寒かった。あー寒いけど行ってきたよ。もう今外も寒さ半端ないのね。相当寒いよ。チャリとか風とかパーッと寒いよ。ポイチどうします。はい、ということで買ってきましたよ。買ってきました。買ってきました。買ってきました。私今コンビニに行ってきたんですけど、コンビニでねちょっと、まあ、寒いけどアイス年中美味しいからちょっとアイスコーナー見てみようと思ってアイスコーナー見てみたんです。あ、美味しそう美味しそう美味しそうって。そこにハーゲンダッツの期間限定があったんですね。お、期間限定ある。え、なにこれめっちゃ美味しそう、買おうって思ってカゴに入れた。ポッケじゃないよ、ポッケじゃないよ、カゴに入れた。で、あ、よかったと思ったらチラッとこう見たらね、もう一つ期間限定のハーゲンダッツのアイスだったんですよ。あれ、さっきも期間限定あったなと思ったら、まあまあいいやとりあえずって思って、まあ、カゴに入れたわけですよ。でも行こうかなと思ったら、あれまだあんじゃんって言ってね、スイッキャービのダウンタウン、ハーゲンダッツ期間限定出しすぎ説ということで、今回ですねハーゲンダッツの期間限定のアイス全部買ってきました。全部ですよ。全部って言ってもそんなに量ないでしょうとか思う人いるかもしれないですけど、結構あるから消化します。はい、こちら期間限定のアイス買ってきたんですけどね、いやもう相当量ある。まずこちら1個目、トルティバタービスケッツ。はい、これ期間限定って書いてありますね。次、安納芋。こちらこちらもまたね期間限定って書いてありますよ。これまた期間限定です。まあ2個目ですと。まだこれだけじゃない、こっちジョンジャン、ほうじ茶ラテ期間限定、これも期間限定、どんだけ期間出てんだよと。この3つ、これだけじゃない、もう1つあります。じゃじゃん、抹茶のオペラ期間限定って書いてないけど、なんか独特だから買ってきました。これは分かんないです。これだけじゃない、じゃじゃん、フォンダンショコラ。これも期間限定って書いてあるんですけど、どんだけ出てんだよと。これとカップだけにとどまらず、こういう感じのサクッとした感じのタイプをね出してくる。これめちゃくちゃ食べたいよ。これだけじゃない、ダダダーン、期間限定、これ期間限定めっちゃある。これ見て、計6個あるよ。これも入れたとしてね、これも入れ、これよくわかんないやつ入れたとして、計6個の期間限定があるんですけど、こちらを全部食べていきます。いきます。はい、じゃあアイス食べていきます。いやマジほんとアイスはね年中食べれるんですけど、ちょっとね年中食べれるからといって、ちょっとこれはねハーゲンダッツ期間限定出しすぎです。ほんとにちょっとこれ怒ってますよ俺。ということで安納芋食べていく。期間限定出しすぎだから、もうほんとにもう黙ってストロベリーとかなんかクッキー&クリームとか出しときゃいいのに、こういうのもチャレンジするんです。いただきます。すみません、いただきます。しっかりうめえじゃねえか、めちゃくちゃうめえじゃん。この中にお芋さん入ってるの、これめちゃくちゃうまい。すごい、これすげえいい。めちゃくちゃうめえじゃねえかこれ、すげえ。まあさすがに安納芋は美味しいっすよね。このソルティーバター、これまで美味しくないでしょう。いただきます。もう安納芋だけだよね。まあ今この季節的に待ってるけど、ソルティーバターに関してはもう季節とか関係ないからな、期間限定する意味ない。うまい、なんだこれ、美味しいな。これ前食べたな、そういえば。でもスカイピースでソルティバタービスケット、めちゃくちゃうまいじゃねえかお前。これバターうめえ。でも期間限定にする必要ある、これ。これに関して秋でもないし期間限定にする必要ない。あ、次はほうじ茶ラテ。もうほうじ茶ね、ほうじ茶、確かに寒い冬ほうじ茶っぽいけど、ほうじ茶ってあったかく飲むもんじゃん。ほうじ茶ってアイスにしちゃうのちょっと違うんすよね。なんかいただきます。うわもうこれ中身、これ見てこれ中身、もうお茶でいいじゃんこの色、チョコでもないのに。これそういうの必要。いただきます。これもうまいのかと思ったらちょっと独特な味これもうまいって言うのかと思ったらちょっと独特な味。これに関してはめっちゃほうじ茶、これはほうじ茶でいい、もうアイスにする必要ない。はい、次はこの期間限定かどうかよくわからないこのやつ、これ抹茶のオペラって、これもうわけわかんないよね。このパッケージがちょっとね高いっぽい感じのなんで、もうね、うわこの高級感やばい。いただきます。この高級感ちょっといいね。で中は抹茶になってんだ。うわうわうわ、これはいいね。いただきます。そもそも俺抹茶あんま好きじゃねえんだよ。そもそも抹茶好きじゃねえんだよこれ。抹茶好きだったら美味しいかもしれないけど、そもそもあんま好きじゃねえんだよ本当に。でこちらフォンダショコラ、これね、これちょっと美味しそうな感じで、いただきます本当に。いや、うまいなこれ、本当にめちゃくちゃうまいじゃねえか。普通にうまいよこれ。これ最後、ストロベリーのやつ、これ一番美味しそうだよ。でもねこれ全部期間限定、そんなん期間限定そんなん聞かへんで、期間限定なんて聞かへんで、俺のラップは聞かへんじゃん。いや、いただきます。開け方統一しろよこれ。この袋のやつ、ここにさっきここのところに開け口ありますって書いてあったんで、ここ今回ねえのかよ。開け方を統一しようよ、期間限定なんだから。これ手で持つと汚れるタイプのアイスだね、これ。いただきます。優勝ん？ん？ん？ ん？ ん？
これいつも出してるストロベリーです。うん、確かにうまい、確かにうまいけどね、味に関してはいつものストロベリー、期間限定じゃないストロベリーと全く同じ味。ちょっと待って、棒が出てきたんだけど、これ棒出てきたんだけど、これどういうこと。いや、棒